私はフニ。お兄ちゃんとお姉ちゃんは竜の赤ちゃんを探しに来てくれたんだよね。俺はトバ。俺の勘が正しけりゃ助っ人ってのはお前たちのことだな。お、よろしくな。でもオイラたちただの通りすがりなんだけど。え、友達を呼んで手伝ってもらうことにしたって山下おじちゃんが言ってたのに、二人のことじゃないの？なんかよくわかんないけど、勘違いしてるんじゃないか？オイラはパイモンで、こいつは旅人って言うんだけど。勘違い？まずい、フニ。きっと騙されたんだ。あのメガネ、やっぱ嘘つきだったんだよ。じゃあ、竜の赤ちゃんたちはどうすればいいの？もうあんまり時間がないのに。一旦落ち着いてくれ。竜の赤ちゃんがどうしたって言うんだ？最近、集落が物騒でね、パパの竜に不幸なことがあったんだ。その竜は、ナンナって名前で、赤ちゃんが3頭いるの。でも、その出来事の後に、赤ちゃんたちが怯えて、どこかに行っちゃって。だから、私たち心配で探しに来たんだ。お父さんの竜か。お父さんは手伝ってくれないのか？パパは、集落で長老のような役を任されてて、開演の夜の準備をしてるの。その準備ってすっごく重要だし、赤ちゃんよりも優先すべきことだから、パパに内緒で出てきたんだけど、すぐに見つけられると思ったのに、さっきおじちゃんにあれこれ聞かれたせいで、だいぶ時間を使っちゃったんだ。くっそ、あのメガネ、人の心ってもんがないのかよ。そうカッカすんなって。あんま手間のかかることじゃなさそうだし、手伝ってやるぜ。オイラたちって親切心ってもんを大切にしてるからな。だろ、旅人。痕跡をいくつか見つけたから、そうだと思う。近くの崖の上に隠れてるはずだよ。崖は結構険しいから気をつけてくれよ。部族の人だってそう簡単には登れないんだ。竜の赤ちゃんたちは崖の上にいるんだよな。上に行く方法をか。
ってアハオじゃないか。なんだ、我が従者の悪友ではないか。山の下から我が輩の勇姿を目撃してわざわざ貢ぎ物を届けに来たのか。どうやら先日会った時、我が輩の華麗な姿がその心に深く刻まれたようだな。困ったものだ。さあ我が輩の足に口づけするといい。偉大なる聖竜ククルアハウを崇めることを許そう。お前キーニチの手下だろ。何勝手なこと言ってんだよ。前に会った時よりも面倒なやつになってるな。タゲ、手下とはなんだ。我が輩は竜の頂点に立つ烈焔の国の至高なる領主だぞ。この前はキーニチがどうしてもっと頭を下げるからナンジラに言葉をかけてやったのだ。なんだよ、キーニチに閉じ込められてたくせに。よく言うぜ。ふん、そうでなくてはな。我が輩は従者の懇願に応え、先日からウィッツトラン付近で起きたアビスの事件を調べているのだ。アビスの事件？そこの小さな爬虫類を見たか。その母親、中くらいの爬虫類はアビスの力に侵され錯乱状態に陥り、我が輩の従者の一族を、そして自分の子孫を襲った。そんな、そいつは今どうなってるんだ。下等な爬虫類がアビスに長く抗えると思うか。もちろん八神の国へと旅立った。なんと弱い生き物だ。崖から飛び降りて命を絶ったという。崖から飛び降りた？空飛ぶ白いアリンコ、その疑問の数々をかき殴ったような間の抜けた顔はよせ。偉大なる聖竜ククルアハウは誰かさんの願いを叶える泉ではないぞ。誰が空飛ぶ白いアリンコだ。くぬー、お前に変なあだ名をつけてやるぞ。ん？近くからかすかにアビスの気配を感じる。邪悪な術師が隠れているに違いない。もし怪しげなよそ者に出くわしたらじっくり尋問しなければな。怪しげなよそ者って、遠回しにオイラたちのことを言ってるんじゃないだろうな。ふん、下僕の心を持って領主を図るとは。ナンジラが我が従者の悪友でなければとっくにボコボコのボコであったぞ。崇めるのが目的でないならさっさと去るがいい。偉大なる聖竜ククルアハウは用事を済まさなければならないからな。なんなんだよあいつ、あの口の悪さ、ほっとムカつくぞ。でもまさかこの近くにもアビスの脅威が。まあ今は置いとくか。まずはフニに報告しに行こうぜ。こんなに早く戻ってくるなんてすごいな。赤ちゃんが無事でよかった。これで安心してお家に帰れる。お兄ちゃん、お姉ちゃん、ありがとう。これくらい気にしなくていいぞ。大した手間じゃなかったからな。ずいぶん高い山を登ったからきっと大変だったでしょう。お兄ちゃんとお姉ちゃんの格好を見た感じ、ここの人じゃないよね。よかったら私の家で休んでかない？おう、かがり木の民のおもてなしを見せてやろうぜ。さっきのメガネと違ってすごくいいやつだし。あれ、その口ぶりからしてそいつも外から来たやつだったのか。うん、ナタの服装じゃなかった。今思い返してみると
やっぱり怪しかったね。怪しいよそ者ってことか。まさかアハウが言ってたのって。あのおじちゃんに興味があるの？もちろんいいよ。ね、おじちゃん、もうたくさん物語を教えたでしょ。いつになったら赤ちゃんを探しに行ってくれるの？もう一つ教えてくれ。今度はあの炎の話をしよう。巨大な透明の炎は500年、1000年、あるいは数えきれない年月の間ずっと燃え続けているとおじちゃんは聞いた。開演のことだな。5名のマリポはその伝説から生まれたんだぜ。おお、コメイの起源なのか。すごいな。うん、すべてのコメイには起源となる伝説があるんだよ。伝説によると、開演はナタ大同盟の時代に現れたものなの。ボー君、オチ君がナタの統治と、それから反対するものを鎮圧するときに使ったんだって。開演は普通の炎と違ってね、火をつけられた人は背中に焼けるような痛みを感じるけど、すぐには死なないんだ。でも絶対に振り返っちゃいけないんだよ。振り返ってはいけない？振り返ったらすぐ燃えて灰になっちゃうんだ。おお、服や荷物だけならまだしも人間そのものを燃やすとは、何とも残忍だな。でしょ？背中を燃やした上に振り返っちゃいけないなんてひどすぎるよね。オチ君って本当暴君だよ。だがそういう伝説では誰かが立ち上がって反旗を翻すのがお決まりだろう。お、分かってんじゃん、メガネのおっちゃん。その通りだぜ。立ち上がったのは我ら、かがり木の民の祖先、ユパンキ様だった。うん、ユパンキ様は当時の軍事用品の管理官で、ボー君のオチ君と最初のエンジン、シュバラン家様とは友人だったの。そんなユパンキ様は、オチ君の残酷な統治をよく思ってなかったんだ。開演をこっそり盗んで、ボー君の軍隊に投げつけたの。その勢いは誰にも止められなくて、兵士たちは全員燃えて灰になったんだって。こうしてご先祖様は人々を解放したけど、町から脱出するときに後ろからオチ君の声が聞こえたのか、ユパンキ様は振り返っちゃったの。そこにあったのは焼け焦げた町と力尽きた兵士、そして燃え盛る炎だけだった。次の瞬間、彼の瞳に映ってた炎が急に飛び出して、ご先祖様を飲み込んでしまうの。振り返って一目見ただけなのに灰になるまで燃えちまうんだ。それは果たして炎を盗んだ代償なのか、それとも振り返ったからなのだろうか。さあな。けどユパンキ様の炎は他のよりずっと激しくて100日間燃え続けたらしいぜ。それは最終的に地脈に大きな穴を開けたんだとか。で、炎はシュッと真っ暗な矢神の国に落ちて今も燃え続けてるんだってさ。大人たちが言うには、その炎は往生の道を照らすものなんだって。それに死者はその炎を受け入れて焼かれないと正常な身で来世を迎えられないみたい。まるで一生を振り返って審問を受けるかのように。だからそれはユパン期の開演って呼ばれてるの。ほほう、なんと詩的な物語だ。それで矢神の国でその炎を見られるのだろうか。知らないよ。だってただの伝説でしょ。
その古名を継承した人はいるんだよな。もちろん、例えば開園の夜で祀られた英雄ブルキナとかな。まあその人は500年も前の人だけど。うん、今この古名を継いでるのはキーニチお兄ちゃんだよ。マリパのキーニチ。キーニチ。そろそろいいだろ、メガネのおっちゃん。もう物語をたくさん教えたし、赤ちゃんを探してきてくれよ。ああ、でも開園の伝説では振り返っちゃいけないとあるだろ。だから過去の話を振り返るのはやめよう。そうだ、そのキーニチとかいう人のことを教えてくれ。そこが重要なんでな。ん？どうしたとば。今にも人を責めそうな目をして。いけないぞ、それは大人の特権なのだから。おじちゃん、嘘をついたら死んだ後怪獣に焼かれちゃうんだからね。それはこの国の炎だ、よそ者には効かないだろう。おじちゃんはここの人じゃないんでね。待った。いいか子供たちよ、ただで物語を聞くつもりはない。おじちゃんは2人の友達を呼んだんだ。うん、報酬はその2人が払おう。思いっきりこき使ってやってくれ。遠慮はいらないからな。本当か？そうだ、メガネのおっちゃんの名前は？山の下で出会ったのだから、そうだな、おじちゃんの名前は山下だ。友達って本当なの？ああ、信じられないなら振り返ってみてくれ。その二人はもう来ているぞ。危ない人じゃないんじゃない？旅人、一応キーニチに知らせた方がいいんじゃないか？あのうざったいアハウが調べてるとはいえ、なんだか頼りない気がするし。あれ？二人もキーニチお兄ちゃんを知ってるの？別に親しいわけじゃないけど、会ったことあるぜ。それに一緒にご飯を食べたこともあるぞ。いいなぁ、俺キーニチお兄ちゃんと喋ったことないんだ。お兄ちゃんって部族の竜狩人で、すっげえ古名を持ってるし、とにかくかっこいいんだ。うんうん、でも私のパパはそんな好きじゃないみたい。あんまり関わらないようにって言われてるんだ。きっとお兄ちゃんのそばにいるあのでかくて選ぶってるやつのせいだよ。うわ、それってクフルアハウってやつだろ。あの態度ほんと腹立つよな。でしょ、キーニチお兄ちゃんがあいつを仲間にした理由がわからないよ。どうして私じゃダメなんだろう。やばい、フニ、外に出てもうだいぶ時間が経ってるぞ。そろそろ帰らないと怒られる。そうだね。じゃあお兄ちゃんとお姉ちゃん、この道に沿って進めば私たちの集落に着くから、もし立ち寄るなら必ず家に遊びに来てね。あ、それと困ったことがあったら助けるよパパに言っとくよ。